怪人なのか、お前は。あ、本当。あ、何セールスなの今。あ、本当。なるほどね。あ、そうなの。ああ。Bonjour, monsieur. Ça va, ça va bien? わかんねえな、言ってるが。てかさ、なんか風の噂でさ、なんか、貴様が結婚するっていう噂を聞いたんだけども。風の噂やろ、これは。だって、それは仏様ぐらいの女じゃなきゃ無理だろ。で、どう？うん、うん。俺、銀行で、あれだよ、人のお金踏んだくってるよ。銀行で人のお金踏んだくってるよ。貸し貸しにして借りてるよ、自分で。リソナ、プルダニア。リソナですよ、リソナ。潰れた？もう潰れるだろ。公的資金返せないやつ言っといて。政府に言っといてくれ。公的資金返せないやつ。ごめんって。だけど俺、その分やっぱ手当が悪いからさ、公的資金入ってるから。俺もちょっと早くいい加減にしてくれって感じなんだよ。本当にさ。いや、与えたのはもう1年半ぐらいかな、前。うん、うん、それぐらいになるね。うん、今ね、トレジャリーっていう部署にいるんですわ、なんか、しょうもない。で、まあ、日本、ずっとこっちでやってきたんだけど、まあ、日本がどういうトレジャリーの仕方をやってるか見てこいってことになった。らしいよ。うん。うん。何？ 15 はね、多分ね、うん、なんかね、小切りぐらいなんだよ。で、一番嬉しいのは、正直一番嬉しいのは、9日に会えること。無理か？ふふ、少ない。てか、別、まあ、多分ね、都合は多分その時になってみなきゃ分かんないと思うんだよ。だけど、まあ、そうそう。もう社会人ですから、一応。社会人もっとまともな言い訳しますんで、これからは。うん、OK。あとね、いや、実はね、9日の朝に着くんだよ、俺。夜の、8日の夜出て、で、9日の朝に着くから、もうお昼ぐらいに会えたら、俺は嬉しいね。まあ、知らないけど、まあ、適当に、うん。大手町なんだよ、大手町なんだけど、泊まるのは、多分日本橋あたりだと思う。日本橋何？あ、そうなんだ。あ、そうなの？じゃあ行こうぜ、ちょっと、ちょっと。お前の会社だよ、お前の会社。お前の。まあ、ちょっと挨拶して、あ、すいません、ちょっと、たかしがお世話になってますってことで。ジャカルタフレンズレプレゼンで行きますよ、俺は。でさ、俺はさ、お前がそのご結婚をしたい女性にも会いたいわけなんだよ。お前が、ふざけんなよ、お前。そういうことすんだよな、こいつは。だから、隠したりすんだよ。いないの？本当に。どこにいんの？愛媛か。はぁ、そういうことか。てかね、俺はね、その人と話して、本当か、本気かと。あなたは本気なんですかと。大変ですよ、人生これからっていうのを、ちょっとはっきりとさせたいわけなんですよ。あ、そう。あ、そうなんだ。それはいいことだよ。アミンはね、そう、本気かと俺も聞きないでよ、アミンに。お前本気なのかと。あ、そうなんだ。あ、ほんと。そう、だから、アミにもね、そうそう。なんか家族会議を開こうと思って、アミの家族に。それから、どうするかと。俺のポジションはどうするかっていう。